活性炭と中空糸フィルターを使用した浄水技用フィルターカートリ地震庫原外露過膜とは露過膜の一種。英語の頭文字から UF 膜とも直訳をとって超露過膜とも呼ばれる光景はおおむね0.01から0.001マイクロメートルで逆浸透膜より大きく精密露過膜よりも小さい。ただし穴といっても精密露過膜のような穴は 電子顕微鏡で観察しても見られず、阻止率90%に相当する分子量から表したものであり、分離は物理的なろ過よりも溶質分子量の大きさに対する分子古い効果に基づく。原外ろ過膜は通常のフィルターと同様に液体を全量通過させてろ過を行うことも不可能ではないが、穴の大きさが小さいため阻止された。 微粒子や不純物により短時間で膜が閉塞する。このため、通常は膜の表面に沿って一定方向に原液を流し続け、微粒子や不純物が濃縮された水を連続的に排出、または漱液側に戻しながら使用することで微粒子や不純物の膜表面への付着を減らしている。この膜表面に沿った流れを、クロスフロー、これを使った。 露過膜の使用法をクロスフロー方式と呼ぶ。なお、ウイルスで現在最も小さいとされるピコルナウイルスやパルボウイルスの大きさは約20ナノメートルであるため、穴の大きさを概おおね10ナノメートル以下としておけば、原外露過膜は液体からすべての病原性細菌やウイルスを除去できるものと考えて良い。ありがとうございます。